俺が気使うっていうね本番ではこっちの危ないですから言ってることが。なかなかね審査委員長っていうのは立場でやったことないんで責任重大だなと思ってるんですけど、蓋を開けてみたら特別顧問の方が全然権力が上という非常にね、あそういうことかというね、ものを感じながら恐れながらやらさせていただきました。特別顧問どうですか？はい、まあちょっと私は本来は裏方ですからなんですけど、ちょっとここのところ心配なことが多かったもんですから、あえて前に出させていただいて見張るという役目をやらせていただきました。はい、審査委員長の審査員ですからね名前に引っ張られてるところもあるんですよね。だからやっぱネーミングってそういう意味では、僕ら新人で出てた新人コント大会の時にはまあとてもじゃないけどテレビに出る気がないだろうっていう名前いっぱいいました。みんな消えていきましたからね一番印象的だったのは路上ゲロ持ち帰りたいってやつ、ね、売れるわけねえだろうと思いました、ね、もう3ヶ月でいなくなりました田中は今麻雀やってんじゃないですか ね仕事でやってるだけですね。仕事でやってるんですかね、はい、田中はでも本当にそういう意味じゃ彼も流行に敏感な男でしてね、だ今年もそのコロナに感染して夫婦でねでもちゃんと回復して、そういう意味ではあいつは病気をするたびにそれがネタになるというか、片玉はもう散々あの玉でも稼がしてもらいましたんで、扁桃腺取った時もとにかく体から何かを取っていく男なんですよ。それで小さくなってんのかなと思うんですよ、まあ、いつも通りの田中でね、よかったんじゃないですかね、まあ、結果的にはね、あの時はちょっと言えなかったっていうわけじゃないですけど、ちょっとこう遠慮しましたけど、キス病って言われましてですね、扁桃腺取った時ね、誰とキスしたんだって話になって、まあ結局今の奥さんと。そうだね、はい、今回もなんか映ってど僕は映ってないですよ。いやいや、あなたじゃなくて、なんかいつも奥さんからもらってね、ああそうですね、仲がいいなって感じで。奥さんからもらったかどうか分かんないですよ、どこから発生したかね。いやまあいいじゃん俺が気使うっていうね本番ではこっちの危ないですから言ってることがだからあいつは本当に何かを失って何かを得るというね、前の神様も逃げちゃったわけですからね山口萌えと結婚するという、ね、それで何かを得る、ね、何かを得るというね、はい、そうね、確かに家福はあざなえる縄のごとしと、そういう感じがしますね、